大阪・神戸・ドイツ連邦共和国の総領事が県庁を訪れ山下知事を表敬訪問しましまた県庁を訪れたのは2023年9月に大阪、神戸、ドイツ連邦共和国総領事に着任したメラニー・ザクシンガー氏です総領事は10年前に赴任した東京とは雰囲気が違う関西に来ることができて嬉しいなどと話しました そして、2025年の大阪・関西万博での県の参加について質問すると山下知事は国際交流の礎があって建国された奈良としては感謝の気持ちを外国に伝えたいと答えましたその後、総領事からはドイツの絵が入ったカップを山下知事からは正倉院宝物の琵琶をモチーフにしたブローチが贈られました 最後に山下知事が6月に開催されるムジークフェストならでのスピーチを依頼すると総領事は笑顔で快諾しました。